私はこの8年間ずっと SNS やり続けてます。多分治療院業界で一番動画撮ってます、ね、私が言うんで間違いありません。有料級ですよこれ。はい、松崎です。ご覧いただきありがとうございます。今日もですね、タミヤマスクヒントだったりアイデアを治療家のあなたにお届けできればと思います。またさん経過アイデアです。楽しいですよね。話行きましょう。今後お客さんを集めていく部分において、うん、SNS 大事なのかな。 SNS、はい、最近ホームページだけじゃなくて、うん、インスタグラムですとか X ですとか、うん、すごい YouTube っていう部分において集客してる人多いなって思うんですけど、うん、その部分についていい集客方法を教えていただけたらなという思います。まずは SNS する前にポスティングしてくれ。はい。これね、でも私コンサルしてるじゃないですか。マジあるある SNS 始めようと思います。ポスティングせえみたいな。大前提であるのは、SNS 集客っていうのはめっちゃ効果的。俺も今 YouTube でやっぱ10件とか20件とかなるんですよ、うん、まだ今整体院の方って始めたばっかりだけど、昔からやってるチャンネルだったんでムッと上がりましたけど、やっぱやりだして今半年ぐらいでやっと月10か20件がなるようになってきて、すごく効果的。これは先言います。ただめっちゃ時間かかります。 YouTube 私ねやってたりインスタやってたりしますけど、じゃあ YouTube 出したこの1日目からなるかって絶対なんないです。ロングテールでいろんな表示したり検索したら出てくるようになったりとか、おすすめ出てくるようになって、なんかよく見るなみたいな。で、あいいなあ、あれやってみようかな、電話してみようまでに半年は必ずかかると思って、早かったら3ヶ月ぐらいかもしれないけど、1件とか2件とかちらほら来るぐらいで、最初はだいたいあ、なんか数値教えてほしくてみたいな、で1回客のみたいな人が多いです。すり合わせていくのにやっぱり1年とか半年かかっちゃいます。だからすぐに集客できるわけじゃないけど、長期的に見るとやってた方がいい。ただあなた潰れそうでしょ、ギャーマン。まだ始めてないでしょ、はい、ね、でなれば半年後のために今何するのって言ったら、半年後のためになんだっていいけど、今月できないといけないじゃん、うん、でだったらまず広告費を使って集めないといけない。大前提順番間違えてダメってこと。短期的に広告費で集めるものと長期的に集め続けるものって、この2つがあるよってことはぜひ覚えてほしい。で短期的に集めるところばっかりやってると、これ集まなくなってくる。例えば追い込みばっかりやってると追い込みの反応下がってきて集まなくなってくる、うん、だから集まなくなるタイミングで SNS 集客がしっかり上がってきてると、しっかり上がり続けるってことで、単発だけやりすぎてもダメだし、長期やりすぎても全然売り上がらないし、うん、だから短期と長期、広告費を使うタイミングと長期の SNS 資格を常時に進めながらやっていくことが大事です。ただ最初はヤーマンポスティングしろ、はい、がスタートだっていう前提をした上でSNS の話をしますね。SNS はこれね、ポイントがあって、ずっと私やっぱ YouTube だったりインスタをさせてもらってますが、メッセージがめっちゃ大事なんですよ。メッセージが鬼大事です。これね、よくあるのが SNS やると登録者数を増やしたいってやっちゃうんですよ。これね、マジでやっちゃダメ。 SNS で売り上げを上げたいという目的なのであれば、絶対にやっちゃダメなのが登録者を上げていくだけの施策です。登録者を上げて、そこからの例えばマネタイズ、いわゆるチャンネル収益でやっていきたいのであれば全然 OK。 例えばチャンネル登録数を増やし続けるのもすごく大事だけど、医療業界とか治療業界の SNS ってエンタメ性出しにくいんですよ。結局ね、チャンネル登録増えるってエンタメ性なんて無理なんですよ。で見てて楽しい。例えばひーまるるとかね、とかひーまるきんさんとか、うん、とかもうほんといろいろあるじゃないですか、うん、でも全部チャンネル登録高いのってエンタメ性高いやつなんです。見てて楽しい。でも見てて楽しいと電話流したいって全然違うんですよ、これ。なので例えばね、100万人以上ストレッチとかでチャンネル登録起こしました、じゃあめっちゃ繁盛してるんですかって言ったら全然電話なってないとかよくあるの、これって。全然ある、鬼のようにやる。かといえ、例えば私5万人ぐらいしかチャンネルいないじゃないですか、うん、で全体で見ると10万人もいないのぐらいだけど、これでどれだけいわゆる受講生が来てくれてるかって言ったら鬼のように違うわけよ、うんね、例えばこれじゃあ10万人あるチャンネル私持ってますけど、絶対復活ってね、そっちからはじゃあめちゃくちゃ来るかって言ったら、そっちの方は再開したばっかりなんですけど半年も経ってないぐらいけど、ギューンと上がって問い合わせめちゃくちゃ来るようになってます。これ何かって言ったら、チャンネル登録を増やそうと思ったら視聴者に合わせないといけないから、楽しみを出したりとかストレッチをやったりとかっていう顧客に合うものを出していくんですけど、ストレッチする人根本的に解決しようとしてるか、多分違う。ストレッチをしようとする人、確かにチャンネル登録めっちゃ増えます、うん、YouTube なんて見るんですかっていうと、ストレッチしたいからめっちゃ多いんですよ。でストレッチ出すでしょ、ストレッチ出すじゃん。ストレッチしたい人って自分で直したい人なんですよ。整体に行きたいんですか、
ストレッチを私もやってました、前のチャンネルで。フッカのチャンネルで2段階であったんですけど、前チャンネルストレッチのばっか教えたんですよ。そしたらどうだったか、来るじゃないですか。先生ファンです、ストレッチのやり方を教えてくださいって来るんですよ。はいはい、ストレッチでやってもらってもいいけど、痛みってこうだから、しっかり根本的に運動療法とかやっていきましょう。わかりました、検討しますで、結局通われない、結局売り上げ上がんない。それで一回スイッカのチャンネル止まったんですよ。あ、このチャンネル終わったわと。だ、10万人までギューッと上がってきたけど、目の前にいた患者さんが、じゃあめちゃくちゃ整体やりたい、体ちゃんと治したい人かって言ったら、そうじゃなかったんですよ、うん。で、やっぱなった時に、これはチャンネル登録に合わせたチャンネル作っちゃうとダメだなってなった。これはインスタでも一緒。見てる人が楽しいってなるようなチャンネル作っちゃうと、楽しいだけで終わって、期待じゃないんですよ。この SNS をやってマネタイズ、いわゆる売り上げに上げていくって2つで、さっき言ったみたいにチャンネル登録を増やして、いわゆるチャンネル収益を出すってこと、もしくはチャンネルの質を高い人を集めてってリーチをして、そこから電話が鳴って、いわゆる店舗に来てもらう。だってこのどっちかでしか売り上げが上がんないんですよ。でもこっちってどんどん下がり続けてる、チャンネル収益上げたとしても回遊するんですよね。浮気するんです、ストレッチだから。このストレッチ良かった、このストレッチ良かったみたいな。だから100万人登録終わっても再生2万回しかないとか、あ、もうザラにあるんで。この医療系ではもうストレッチとかチャンネル登録増やすっていうのはもう相性悪いのは俺はもう分かってますってなったらこっちなんですよ。いわゆるちゃんとした人が見てくれて、ちゃんとした人が来てくれるがこれ大事なんってなった時に、ストレッチやりますじゃなくて、ちゃんと直した人来てくださいっていうメッセージが大事だから、最初言ったみたいにメッセージをどんだけ絞れるかがすごく大事なんです。逆に言うと、ストレッチしたい人来ないでくださいっていうぐらいのメッセージ出さないといけないんですよ。だから私が今やってるチャンネルって何かって言ったら、最初の冒頭でこうやって言うんですよ。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでる方を根本的に解決するための動画になっています。なんで、もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが改善しない、もしくは湿布痛み止めでその場しのぎの治療をやっている、そんな人であればぜひ見てくださいって言うんですよ。これってどんな人って言ったら、めちゃくちゃ迷ってる人、めちゃくちゃいろんなとこ迷った人、でも改善しないって人。その人ってそもそも一回整骨院とか病院とかいろいろ通ってますよね。っていうことは、うちに来てくれてちゃんと通ってくれる確率高いじゃないですか。いろんなとこ行ったけど改善できないって諦めてるんですよ。けど、あ、ここだったら改善できそうってなるわけじゃないですか。で、うちは違うね、運動療法とかやってしっかり根本解決しましょう、卒業しましょうって言ってるわけだから、他と違うってなるわけよ。そしたら通えますってなるわけ。だから、うちの YouTube からなるチャンネル、だから大阪が一番多いんですけど、やっぱ月で、先月は5、6件なってたのかな、ほとんど電話の時点で通いますって言ってできます。で、もう最初来た時点で、あ、どれぐらいの期間通えばいいですかっていう話になるんですよ。ってなると、これ、チャンネル登録者数、伸びも全然少ないんですよ。けど、めちゃくちゃ濃い人が見てくれてるから、結果、売り上げにつながるんですよ。だから大事なことは何か、どんな人集めたいか、どんな人が来てくれたらうちの商品と合うのかをちゃんと考えて、そのメッセージを出すこと。だから私のチャンネルってチャンネル登録伸びないんですよ。だからストレッチとか教えないし、原因こうなんですよって話はしないんですよ。こんな原因があって、あなたの痛みっていうのはこういうところに治療してないからじゃないですかっていう原因の話をして、治療法は全くないです。でもこのいっぱい回遊して騙された、もう諦めてるって人って、私の原因これかもってなぜか探してるわけじゃないですか。ストレッチを探してないから。ストレッチを探してるけど、もうストレッチやってもこれその場所のみだなって分かってるような人なんですよ。いろんなストレッチやっても改善しなかった、いろんなとこ行っても改善しなかった、違いますよ、原因を見つけましょうって言ってやってるところ、あ、ここは他と違う、あ、実際に来てみたら本当運動やってこうやって改善する人がいる、あ、自分も改善した、やってみよう、こういう質が高い人を集める。だから SNS でしないといけないこと、私はこの8年間ずっと SNS やり続けてます。治療家向けにも患者さん向けにも撮りまくってます。本当に年間で1000本以上撮ってます、動画を。その中で分かった、私が多分治療院業界で一番動画撮ってますSNS で露出してます。私が言うんで間違いありませんですか。この医療業界でチャンネル登録を増やしても何にもならないってことはぜひ覚えてください。これ有料級ですよ、マジで、うん、ほんまに有料級です。なので、こちら YouTube のチャンネルの方がいらっしゃいますが、チャンネル登録を増やさないぞって私よく言ってるんですよ、うん、そこは増やさないでくれと。そこに合わせると本当に良くないと分かってます。チャンネル登録っていうところで評価されてるのも分かってます。ですが、チャンネル登録じゃなくて来てくれる人の質を上げたいということを言って頑張っていただいてるぞというところはぜひ覚えてください。だから SNS で集客するイコール質が高い人を集めていく、うちの商品で買ってくれる人を集めていく、そのためのメッセージ何かを常に考えてください。だからチャンネル登録者数を増やすではなく、来てほしい人に対してメッセージをしっかり書いていく。
だけどもインプレッションって言って注意を引かないと来てくれないから、注意を引くようなサムネイルだったりとか、注意を引くような文言、いろんな人が困ってるような疾患名だったりとかでやっていく。で、中身はちゃんとこの人たちにアプローチしたメッセージを話す、このバランスを取りながらやるのがそこポイントかなと思いますので、ぜひ SNS 集客、特に治療院関係は失敗しないようにしてくださいというのが私からの結論ですが、どうですかヤマンさん。いやー、これはもう本当に有料級ですよ。タッチを無視していますけど、本当に今のはそんなそこらにあるような情報じゃなくて、8年間多分医療業界で一番 YouTube とか動画出しまくってるんで、当然自負があります。本当にこういうこと言っていいか分かんないんですけど、コロナがで、ここでドカンって言ったのは言ったんですけど、じゃあその後どうなんだろうっていうところになると、じゃあマネタイズを目的としたらね、どうなんでしょうっていう部分ですね。 YouTube のプロの前で言う話じゃないか。余計に関してはもう相性があります。正直、うん、エンタメ出したら信頼性なくなるから来ないし、バキバキ系ってどうなのね、痛い系、悶絶系。悶絶系はでもあれエンタメなんで、エンタメだよね、あれ完全にエンタメです。あれでもチャンネル登録増えるじゃないですか。増えます。 LINE はするんですか。 LINE は増えるところはちゃんと増えてます。あの予約ちゃんと埋まってるところは埋まってます、はいはい、ただそれはさっき言ったようなメッセージとかがちゃんとないと埋まんないと思ってます、うん、そうだよね、はい、悶絶させればいいんじゃないですか。あ、そうです、そうです、もちろんそうです。悶絶させながらこんな人はこういうのが治療がいいかもねみたいな、うん、でもちゃんと言ってないと多分ねそういう人来ないもんね。そうですね、有料級ですよこれ。何本当にだ、医療系ってちょっとね特殊な業界なんで、本当に SNS 関係に関してはすごく効果的であります。コロナがあってやっぱ健康系ってめっちゃ伸びたんで、 YouTube もインスタとかも伸びたんだけど、やっぱメッセージによっては違う人が来ちゃうので、こういう人かな、こういうメッセージかなっていうのはちょっとこだわりながらやった方がいいかなと思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ヤマン大丈夫ですか？大丈夫です。はい、こんな感じでやらせてもらってます。で、治療のね、動画も出させてもらってますし、こういう経営の動画出させてもらってます。で、これ見てる方ね、やっぱ独立開業されてる方だったりとか、経営者の方が多いかなと思います。で、大事なのは、やっぱ目の前に来てもらうこと、経営をすること、経営がうまくいくからこそ治療もうまくいきます。この治療と経営をミックスしていくことはすごく大事だと思ってますので、ぜひね、経営者の方で、この経営のことを勉強してない、だったりとか、今から勉強したいって人は、ぜひね、チャンネル登録して、こういう話もしてますし、治療の話もしてますので、ぜひ見てみてください。あとね、この話も聞いてみたいだったりとか、これ良かったです、この学びがありましたっていうのに関しては、ぜひね、コメントでアウトプットすること、そして高評価もいただけるとすごく励みなので、ぜひね、どん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 アウトプットよろしくお願いします。あと私がやってる東通治療カレッジっていうオンラインサロンの中では、こういう開業の話だったりとか、経営の話、で、経営者たちがたくさん集まっている会になってますし、その後ね、MSM だったりとか、コンサルティングはその PTC 限定で案内させてもらってますので、もしね、経営をもっと深く学んでみたい、治療を深く学んでみたい、もっともっと深くまでいろんなことやってみたいということであれば、ぜひね、その PTC 概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方からぜひチェックして、30時間無料で試すことができるので、まず試していただければと思います。はい、では今日はここで終わっていきましょう。今日もご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。はい、ありがとうございます。あー、どうですか。いや、でも、本当に SNS 集客、まあ YouTube もそうなんですけど、はい、目的大事ですよねっていうのがあって、ただただなんか、ちゃんと集客をしたいって思うのであれば、じゃあ、どういう人が集まった方がいいのかとか、さっき言っていたような。そうね。っていうのは本当に大事だなってすごい思いますね。いや、大体だから経営者がやっぱどんな人集めたいかを明確にできてない。どんな人が来てくれたらうちの商品と合うか、戦略ですよね、誰に何を売るかっていう、うん、この一番根本的なところが経営者が一番クリアにしないといけないところがぼやっとしてる人ばっかりなんで、結果最終的にチャンネル登録ってなっちゃうわけですよ。登録が増えたみたいな、売り上げ上がったみたいな、上がってないっすねみたいな。よくあるから、だから医療系相性悪いですよね、チャンネル登録に振ると。ですね、そうですね。いや俺もやっぱ、まあ、生態のチャンネルやって相性悪いなと思いましたもんね、うんうん、チャンネル登録増えたけど、全然問い合わせないし、問い合わせになっても全然この人たち通ってくれないみたいな。で、一回もうほんと10万人手前で一回パターン止めましたからね。もうほんとに質がいいコメント、メッセージ、その人たちに合う内容を話し続ける、うん。逆になんかもう単発でいいやみたいな人がつまんないようなメッセージ出し続ける。まあそれはすごく質を高めるのが SNS はいい気がしますね。ね、ヤーマン。いや、間違いないです。本当に間違いないです。ということでね、はい、SNS 頑張っていきたいと思いますので、SNS チェック。